ビタミン K は、使用性ビタミンの一種である。ビタミン K 依存性タンパク質の活性化に必須であり、動物体内で血液の凝固や、組織の石灰化に関わっている。したがって欠乏すると出血傾向となり、また骨粗小症や、動脈硬化に関連していると考えられている。化学構造上は2メチルマイナス1、4ナフィットキノンの3位誘導体で、天然には、 K1 と K2 の2種類があり、このうち K2 には、イソプレノイド即産の長さや就職が異なる多数の化合物が含まれる。代表的なビタミン K の構造式。MK-4 と MK-7 は、共にビタミン K2 の一種。ビタミン K には、K1 から K5 の5種類が知られている。天然のビタミン K はにメチルマイナス1、4ナフト機能を基本骨格とし、 三位に結合した即差の構造に違いがある。本校では主に動物体内におけるビタミンとしての解説を扱うので、化合物としての性質や動物以外の生物における機能については各項目を参照のこと。これら一群の化合物は動物体内でビタミン K として作用するが全く等価というわけではない。ビタミン K1 の フィローキノンはいくつかの組織においてビタミン K2 の MK 4に変換される。いくつかの医薬品がこの変換過程に関わる一部の酵素を阻害することが判明しつつある。ビタミン K は以下の3つの状態がある。ガンマ、カルボキシグルタミン酸ビタミン K はガンマグルタミルカルボキシラーゼの保因子である。この酵素はグラタンパク質と総称される一連の ビタミン系依存性タンパク質の翻訳ご就職に関わっており、その働きでグラタンパク質の特定の位置にガンマ、カルボキシグルタメン酸残器が正直能性が獲得される。グラはグルタメン酸の4位の炭素がカルボキシル化され、一つの炭素原子に2つのカルボキシル元が結合した構造をしている。これによりカルシウムイオンをキレートすることができ、 実際グラタンパク質はカルシウムイオンの結合により活性化するものが多い。それ以外に食事から摂取したビタミン K は生体内で MK 4に転換し、核内受容体と結合しコラーゲン酸性に関与していることが知られる。ビタミン K がグラタンパク質の成熟に関わるメカニズムは以下の通りである。ビタミン K はビタミン K エポキシド還元酵素により還元され、 ビタミン系ヒドロキノンになる。ガンマグルタミルカルボキシラーゼがビタミン系ヒドロキノンをビタミン系エポキシドに参加して同時にタンパク質中の特定のグルタミン酸残機をカルボキシグルタミン酸に就職する。生じたビタミン系エポキシドはベコーによってビタミン K に戻される。これをビタミン K サイクルと呼び、このサイクルが常にビタミン K を再生するので ビタミン K は欠乏しにくい。グラタンパク質は人の場合16個見つかっており、機能別に挙げると次の通りである。ガンマグルタミルカルボキシラーゼによりカルボキシル化されるグルタミン散々器はグラドメインと呼ばれる構造中に存在することが多い。血液凝固に関わる多くの因子がビタミン K 依存性タンパク質であり、ビタミン K は正常な血液凝固に必須である。 成人では、通常の食事で血液凝固に関してビタミン K 不足になることはほとんどないが、新生児、乳児、肝疾患等により出血症が知られる。新生児用の粉ミルクにはビタミン K を添加することがある。また、産加では出生時、出生1週間、1ヶ月検診などの頃合いでビタミン K シロップを投与する。 ビタミン K の内ビタミン K2 が骨粗しょう症の治療薬として利用されている。骨形成マーカーの一つであるオステオカルシンはビタミン K によって活性化され骨代謝を調節する。このオステオカルシンを十分に活性化するためには血液凝固を維持するために必要なビタミン K 量よりも多くのビタミン K を摂取しなければならない。納豆を多く食べる習慣のある地方では 納豆をあまり食べない地方よりも骨折が少ないことが知られており、納豆に含まれるビタミン K2、MK-7 が骨折を予防する因子と考えられる。ビタミン K のうち、MK-4 や MK-7 などのビタミン K2 は、オステオカルシンを活性化するだけでなく、骨組織に対して直接的に骨形成を促進し、骨への破壊を抑える効果がある。また、 ビタミン K2 は骨のコラーゲン生産を促進し骨質を改善する点に特徴がある。研究段階ではあるが心臓、骨、腎臓、脳、一部の癌やインスリン管受精などとの関連が研究されている。動脈にカルシウムが沈着する動脈石灰化が動脈硬化症の最も重要な症状の一つとして認識されている。 ビタミン K 依存性タンパク質の一つであるマトリックスグラタンパク質を欠損したノックアウトマウスは全身の動脈にカルシウムが沈着し死亡する心臓病とビタミン K 摂取量を調べた疫学研究でビタミン K2 の摂取量が高い群では低い群と比べて動脈切開化が抑制され心臓病による死亡率が半分程度であったことが報告された ビタミン K1 摂取と石灰化抑制に関連が認められない一方で、ビタミン K2 摂取は摂取量と石灰化抑制に関連が認められるとする報告がある。また、臨床試験において、ビタミン K1 とビタミン D を3年間投与すると、血管の弾力性が維持されることも知られている。ビタミン K クリームは座礁の治療や色素沈着の抑制に使われてきており、 血管外の血液の除去を容易にする。ビタミン K とレチノールが含まれるクリームによって、優位に目の周囲の腫れや変色を減らすと考えられている。日本人の食事摂取基準において、ビタミン K 摂取目安量は、血液凝固を指標として決められている。目安量は、潜在的な欠乏状態を回避できる、摂取量として 82G。 日が必要であるとのアメリカの報告に基づいて体重比で求められており通常の食生活で十分に摂取されていれば欠乏症に陥ることはほとんどないと考えられている骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインでは250から 300G の摂取を推奨している人などの腸管内には腸内細菌が住んでいるが腸内細菌はビタミン B グニ ビタミン K の合成を行っている。腸内細菌は、腸細 MK を多く作る。成人では、腸内細菌の作るビタミン K により、必要量を賄えると考えられていたが、腸内細菌由来のビタミン K を、遠異消化管から吸収することは難しく、腸内細菌由来のビタミン K の利用だけでは、十分に得ることができない。以下は 100g あたり、シソ、春菊。 ほうれん草、小松菜、ブロッコリー、黄ン、鶏、バター、マヨネーズ、納豆、納豆菌はビタミン K を生成しておりビタミン K の含有量が高い。日本の若い女性での摂取状況に関する報告によると主な摂取源はとなっている。ビタミン K は、小腸から吸収されカイロミクロンに取り込まれ、リンパを介して肝臓に移行する。肝臓では、 アポリポタンパクイーリセプターを介してカイロミクロンレムナントから外れる。肝臓に運ばれたビタミン K は血液凝固に関わる因子を活性化するために利用されるほか LDL を介して血中を移動し臓器へ運ばれる。最終的には即差がオメガ酸化ならびにベータ酸化されクルクロン酸方合体となって尿から排泄される。野菜類のビタミン K は吸収されにくく サプリメントや植物油脂に含まれるビタミン K はよく吸収される。ビタミン K の代謝は K1、MK マイナス4および即差の長い MK で非常に異なっていて、納豆に含まれる MK マイナス7はよく吸収され活性が高く、MK マイナス4は半減期が非常に短い。人での研究によるとビタミン K1 は水臓、肝臓、 心臓に比較的多く存在している。ビタミン K2 は、水臓、腎臓、脳、肝臓に多い。MK-4、K1 の比で見ると、腎臓と脳には、K1 の6から7倍の MK-4 が存在しており、ビタミン K2 には未知の機能がまだあるのではないかとする意見もある。血液中では、LDL、HDL、トリグリセライドに、ビタミン K1 が多い。 細胞内ではミトコンドリアに比較的多いとする報告がある。ビタミン K の作用を抑える薬物のこと、喫抗薬ともアンタゴニストとも言う。以下は代表的なアンタゴニストビタミン K1 の静脈注射では稀にアナフィラキシー様の反応が起こることが報告されている。e ア r クはビタミン K を人に対する発言性について分類できないグループ3に指定している。 ビタミン K は成分本質では医薬品でないものに区分されているので効能を謳わない限りは食品扱いとなる。アルトロバクター属培養液から得られるビタミン K 抽出物は既存添加物に指定されており添加物として使用できる。1929年デンマーク人のカール・ピーター・ヘンリクダムはコレステロールの研究のためにワトリに コレステロール除去食を与える実験を行った。鶏は数週間のうちに出血し始めたが、コレステロール除去食に純粋なコレステロールを加えてもこの現象を止めることができなかった。つまり、コレステロール以外の何かが一緒に除去されていることになり、それを凝血ビタミンと呼ぶことにした。これがビタミン K の発見である。その構造や性質を明らかにしたのは、 セントルイス大学のエドワード・アダルバート・ドイジーラで、二人は1943年のノーベル生理学・医学賞を受賞したが、ビタミン K の正確な機能が判明したのは1974年になってからである。ありがとうございます。